はい、こんにちは。コアチャンネルまえはるです。今日はこちらですね。うん。仮面ライダージュオ RKF の仮面ライダーウォーズです。はい、第3のライダーの仮面ライダーウォーズが RKF 化しましたね。うん。この複眼部分がね、非常に個性的でね、ライダーって書いてあるけどね。はい、箱の横こんな風になっててね、すごくかっこいいんだよね。うん。こんなかっこよかったっけっていう、ちょっと。では早速開けていきましょう。うん、はい、ということでこちらが RKF の仮面ライダーウォーズですね。結構かっこいいね。うん、いいね。ねえ、でこの部分がジオウもね、ベルトだったんだけど、なんとスマートウォッチみたいなベルトになってるんだね。確かに穴ぼこ開いてて、ね、そうで、ところどころこのメタリックグリーンね、うん、いい感じだね。この肩のパーツの仮面って緑のメタリックがいいね。そうだね、いいね、かっこいいね。複眼がライダーだね、うん、個性的ライダーって書いてあるのがそのままだもんね。うん、いつも通り16箇所動くみたいですね。うん、はい。そしてこちらが付属していた時間デスピアですね。うん、やりモードだね。そうだね、これ持たしてみようか。ウォーズの右手、うん、右手の手のひらのところにね、ちょっと見えるかわかんないけど、ボコッとしたものがあるんだよね、突起がね。で、これね、この時間デスピアのこの部分に穴が開いてて、これぴったりはまるようになってんだね。あー、なるほど。こういうことかな。おー、持ってった。うん、なんかちょっと微妙だけどね、うん、一応両手持ちもすることができますね。おちょっと変だけどね、うん、一応両手持ちすることもできます、うん、はい、ということでエイシン君がポージングしてくれましたけど、これどういう感じ。つく感じね。いわゆるスパッ、上から下にこうつこうとしてるのね、うん、こうやってね。ドン。あー、なるほど、うん、いいじゃん。はい、パパのポージング終わりました。これどう、これパパ。あー、すごい。ライダーキックしながらね、時間デスピアでも攻撃っていうね、これは強烈なダメージを与えそうだ。これ強烈だよね、うん、はい、そしてなんとこのウォーズはですね、アーマー装着できるんだね。おー、すごい。ちょっとびっくりしたのね、この箱の裏側にちゃんと書いてあった、うん、ね。で、現在はこのビルドアーマーをつけておりますね。おー、すごい。結構いいね、うん。はい、続いてエグゼイドアーマーですね。すごいことになってる。これもすごいね、しっかりちゃんとはまりましたね、うん、はい、続いてゴーストアーマーですね、うん、これ結構いいかも。お、命燃やすぜ。はい、続いてフォーゼアーマーですね。あ、これはちょっと違和感ありありだね。そうだね。でしかもね、ここかぶせるパターンだったから、うん、ビヨンドライバーと干渉しちゃってちゃんとくっつかないんでね。だね。ちょっと浮いちゃってますね。で、一応フォーゼの顔もつけることはできますけど、これもちょっと浮いちゃってるっていう、そんな感じですね、うん、ロボットみたい。はい、そして最後にオーズアーマーですね、うん、これもすごいね。かなりやっぱりアーマーがビビッドだからさ、だね、すごい目立つけど、ちなみにタカ、つけられるかな、うん、ちょっと頭のとこ当てるね、はい、つけられましたね、うん、いい感じじゃん。でもこうじゃないんだろうな。そうだね、オーズで使う場合やっぱ取っといた方がいい気がするね、うん。一瞬、俺はあなた一瞬だ。どうだ、顔が一瞬だろう。あなた一瞬だ。待ちなさい。誰だ君は。私は仮面ライダーボスだ。未来のライダーだな。私も未来のアナザーライダー。仮面ライダー衛進のアナザーライダーだ。仮面ライダー衛進、衛進。俺の目力をくらえ。目力ビーン。あー、なんだ今の技は。目力ビーン。何、目力で。目力強い。ビーン。あー、目力強い。あー、一瞬。どうだ、ちっちゃいからって弱いと思ってるんじゃないぞ。なかなか強いな。ならば必殺技で決める。必殺技、それぐらいで負けるわけがないだろ。え、嘘だろ。お前の未来に
先の未来から来たアナザーライダーだからな。そんな。おお。消えた。そうか。過去が変わったから未来が変わったんだ。アナザーエイシンも仮面ライダーエイシンもいなくなった。やったぜ。エイシン。戻ってきたけど。あはい、ということで今回は仮面ライダージオ RKF の仮面ライダーウォズでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録が真ん中だからよろしくね。ということでですね、ちなみにアナザーエイシン、これね、うん、これは 3D フィギュア。そう昔エイシンくんが使ったあの 3D のフィギュアでございますね、うん、顔ちゃんとエイシンくんになってんだよ。はい、メガネしてないね。そうだね、メガネしない頃のエイシンくんです、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。エイシン。